皆さんこんばんは。HKT48 の市村えりです。本日も私のラジオ番組、市村ジオが始まりました。ありがとうございます。はい。ということで、市村ジオ44回目。そして2月1発目の市村ジオとなります。よろしくお願いします。いや、そうですね。2月入っちゃいましたね、もう。あっという間に。ねえ、なんかもう、1月入って、やっぱお正月気分がこう、なかなかね、抜けなかった方とかもいると思うんですけど、もう、2023年の1ヶ月が終わってしまったわけなので、早すぎますね、本当に。2月から、まあ、一番ね、大きなことといえば、私はチーム H の市村愛理となりましたので、皆さん、はい、今後とも、ちょっとまだね、慣れない方とかも多いと思うし、私自身もまだなんかあんま実感が湧いてないんですけど、はい、もうチーム H になったので、ちょっと新しくね、新しい気持ちでというか、頑張りたいなと思います。で、まあ、制服の名公演ね、千秋楽も終わって、多分前回の市村ジオの時は、私まだ終わる前でしたよね。うん、収録が。だから、そういうお話もちょっとね、できたらいいな、と思いますね。で、今週末がもう目撃者の初日という、なんか結構情報量が すごいね、ことになってるかもしれないんですけど、もういよいよちょっと新公演の初日がもうすぐそこまで迫っているっていうね、感じなので、絶賛、今はちょっと、リハが今すごいやってて、なかなかね、難しい公演だなと。改めて、まあ、練習しつつ思ってて、大丈夫かなっていう気持ちもちょっとあるんですけど、やっぱ、すごい、かっこいい姿をね、結構見せられる公演かなって思うので、ちょっと頑張りたいなっていう、気合十分ではありますね、私は。はい。なので、そうですね。もう一つ、今日は、HKT48 16枚目シングルのフラゲ日となります。わー、めでたい。フラゲ日で、それで明日が発売日ですね。ちょっと、やばい、いろんな情報が盛りだくさんって感じなんですけど、ちょっと嬉しいですね、やっぱ。もう、みんなのところにね、こう届き始めてるっていうか、まあ、ゲットしてくださってる方がいるって思うとすごい嬉しいので、いっぱい、ちょっと聞いてもらって、もう本当に、たくさん、ゲットしていただいて、いろんな人に配ってください。私の家族も、お母さんもめちゃめちゃもう、本当に いろんな親戚とか、町内の人とかにも配ろうとしちゃってるんで、ちょっと 私のお母さんより買ってください。ファンの皆さん。よろしくお願いします。はい。まあ、そんな感じでいろいろ今日はね、話せそうなので、最後までよろしくお願いします。それでは、早速ですが、タイトルコールに行ってみましょう。市村えりの市村ジオ。改めて皆さん、こんばんは。HKT48 の市村愛理です。本日も私のラジオ番組、市村ラジオが始まりました。ありがとうございます。まあ、そうですね。今日、私、そう、聞かないとのラジオの収録もあったので、もうラジオデーというか すごい。めちゃめちゃもう、今日の聞かないとの収録でもめっちゃ喋ったし、もう結構今日は喋り尽くしてるっていう感じで、はい。嬉しいですね。嬉しい日で。まあ、その、とっとうとラジオも、なんかまあ、あれですよね、新しくヒーローちゃん
の番組も始まったということで。ね、すごい。私も1回目聞かせていただいたんですけど、初々しさがね、やっぱ可愛かったですね。私も、いや、多分1回目もね、結構私の1回目は、まあ、ちょっとハプニングありって感じで、結構まあ、緊張してたんですよ、多分。かなり。だからヒーローちゃんね、結構、なんだろう。意外と、その緊張感っていうのは、まあ、なんて言うんだろうな。私よりあんまり感じなかったというか、いい意味で。その、いや、可愛いなってちょっと思いましたね。可愛らしいなっていうか。私にはなかった可愛さがあったなっていう。ちょっと そう。でもね、なんかこれからが楽しみですよね。本当に。どういう。はい。おかしいな。私のラジオより気合い出るのはおかしいですね。いやいやいや。ちょっと、均等にっていうか、平等に、それは熱量はしっかり、出してもらわないと。ちょっと困ります、それは。いや、私もね、まだ一部ラジオのリスナーの方々も結構楽しみにしてくださってる方いますから、本当に。大丈夫やろ？何がですか？ 何が大丈夫なんですか？ まだちょっとサポートしていただかないと、黒木さんには。はい。頼みます。雑なんだよな、最近。ちょっと、本当に。まあまあ、いい慣れってことですよね。こちらはこちらね。はい。じゃあ、もう早速ですが、普通の読んでいきたいと思います。ラジオネーム、亀さんからです。愛知、スタッフさん、こんにちは、愛知。こんにちは、愛知。寒い季節が続いていますが、風邪などひかずに元気でしょうか？今は新チームの新公演に向けて、みんな大変だと思いますが、怪我や病気に気をつけて頑張ってください。新公演楽しみにしています。早く劇場にも見に行きたいです。とのことです。ありがとうございます。そうですね。本当寒くてね。やっぱ、いつかな？ちょっと前にね、雪とかも降りましたもんね。本当福岡、ね、なんか、雪積もってたし、こんな雪降るんだね、みたいな感じでもすごい寒かったんですけど、ちょっとまあ、風邪とかは今んとこ私引いてなくて、まあ、全然元気なので、もう、皆さんね、ファンの方々もね、ちょっと体調には気をつけて過ごしてほしいなと思います。ありがとうございます。じゃあ、続いて、お便りいきます。ラジオネーム、浜野赤ちょうちんさんからです。愛知、お疲れ様です。お疲れ様です。1月27日の、千秋楽前、最後の制服の根公演のユニットで、枯葉のステーションをやっていましたね。正直なところ、自己紹介で最後列にいたので、愛知は万華鏡だから、枯葉誰かなと思っていました。愛知出てきてびっくりしました。とても素敵な歌声でした。万華鏡終わり MC で、ムネさんが、愛知が裏切ったと言っていたり、5期生があいつ呼ばわりしていたのも面白かったです。この日のエピソードなどあればお聞きしたいです。とのことです。まあそうですね。そうなんですよ。まあ、千秋楽、制服の面のね、千秋楽で私の、前日です。千秋楽の前の、前日の公演で、ついに、他のユニットをさせていただけることになりまして、もう、本当、私はね、ずっともう、万華鏡一筋で 一年間、もうやらせていただいてきたわけなんですけど、まあ正直ね、もう最後まで万華鏡をやるつもりでした、私も。もうなんかそういう運命なんやろなって ちょっともう諦めてた。もう諦めでしたね。もう正直なんか、もう、なんて言うんだろうな。万華鏡なんだろうなってちょっとそういう気持ちでいたんですけど、まあ、
どうしてもね、やっぱ、本音は、やっぱ他の衣装も着てみたい、他のユニットを踊ってみたいっていう気持ちもね、やっぱ正直あったんですよね、ずっと。でも、やっぱ MC もあるし、万華鏡は。ね、普通に、なんていうんだろうな、私としてはすごいありがたいユニットで、なんか、むしろ、なんか、万華鏡やらせてくださいっていうぐらいの気持ちでいつも、こう、ありがたくやらせていただいてたんですけど、なんか、もう、最後、もう、制服の名公演をもうやることが、今後ね、ないんだって考えたときに、ちょっと、自分の気持ちと向き合ってみたところ、なんか、やっぱちょっと悔い残りそうだなってちょっと思っちゃったわけですよ。私的に。で、まあ、マネージャーさんに一回相談してみて、枯葉のステーション、私やらせていただけたりしないですか？みたいな。もう最後なので、ちょっと本当に、まあ、後悔したくないので、ちょっと考えていただけたりしませんか？みたいな感じで言ったところ、まあ、1回目に、いや、ちょっと厳しいかもっていう ちょっとね、断り、もうなんか、入れて、なんて言うんだろうな、だから、まあ、ストレートに言うと、NG だったんですよね、普通に。マジかってなって。で、いやなんか、普通に回せる、どうしてもこう回せない状況だったら分かりましたって、私もね、こうすぐ飲み込めたんですけど、別にできたわけですよ。入れ替えが。そう。だから、と思って、あれ、できないんや、みたいになっちゃって。でも、ただ、こう、やらせないっていう、ことではなく、そのマネージャーさんをね、私のこともずっと思って、まあいろいろ考えてくださってて、やっぱ万華鏡を最後までやり通した方が、なんか愛知のためにもなると思うし、まあこうネタにもできるし、なんか、他のユニットができない、できなかったっていうそのフラストレーションみたいなものを、次の公演で、チーム H で活かしてほしいみたいな感じで、これは、まだ、ファンの方にもね、言ってなかったことなんですけど、そういうことが裏であったわけですよ。そういう話をされて、まあ、だから私のために、こう、いろいろ考えてくださった結果、まあ、万華鏡の方がいいんじゃないかって言われたわけなんです。だから、そっかってちょっとなって、わ かりましたと一回目はこう飲み込んだわけなんですけど、やっぱずっと考えて なんでなんだろうってちょっと思っちゃったんですよ。いや、最後、なんかこんなもやもやして終わっていいのかってちょっと思っちゃって、なんかすごい後悔しちゃいそうって思って、やっぱね、もう、飲み込めなかったんですよね、今回ばかりはというか。そう、本当に。で、わかりましたって言ったのに、その後また、追いラインで、いや、すいません。やっぱりどうしてもやりたいですっていう、めちゃめちゃしつこい人になっちゃったんですけど、本当にこんなにね、マネージャーさんに長文メッセージを送ったことがないってぐらい、本当、すごい LINE をしまして、やっぱなんか、私も、まあ今までずっとやってきて、どうしてもなんか、違う一面をファンの方に見せたいんですよっていう、なんかもう熱い思いを 言いました。本当に。だから結構バトっちゃって、マネージャーさんとね。今までそんなことなかったんですよ、私本当。K4 のマネージャーさんとは結構、まあ、平和にやってきたつもりだったんですけど、最後の最後に結構、まあね、結構ありまして、いろいろと。なんかね、もうファンの方からも結構リクエストいただいてたというか、なんか他のユニットのアンチも見てみたいな、みたいな声も、ちらちらとね、まあたまに聞いてたので、なんか、
現実を受け止めきれなくて、私が。なんか、いや、ファンの方に最後やっぱ見せたいよな、みたいな。なんて言うんだろうな。いつもさ、やっぱ MC、こう、頑張らせていただいて、まあ、面白いねとか、トーク上手だねってこう言ってもらえる機会も増えたからこそ、まあ、こういう、なんかユニットもできちゃうんだぞ、みたいな。そういう意外性みたいな。ね、のも、なんか、見せたいっていう、最後の最後に成長した姿もちょっと見せたいっていう気持ちもあったので、まあ、最後のね、もう、わがままで、あ、すいませんって感じだったんですけど、言って、やっとのやっとでもう、マネージャーさんが、もうそこまで言うならっていう、もう多分呆れですよ、最後、多分。私がめっちゃ粘ったんで、折れてくれて、まあ、念願の、他のユニットをね、ついに、まあ、枯葉をやらせていただけるっていうことでもう、本当に長い戦いでした、これは。正直。もうね、本当にだから、できた時はすごい嬉しかったですし、やっぱ、ずっと憧れだったので、衣装も、踊りも、歌もね、全部、そう。だから、すごい、めちゃくちゃ嬉しかったんですよ。そう。だから、それをね、がっつりやっぱ、みんなにいじられまして。MC で。いや、なんか、愛知がすごい裏で、まあ、満足そうにしてたみたいな。すごい、なんか、いじられて、もうね、結局、そう、愛知なんかやってたね、みたいな。すごい言われたんですけど、もうそりゃ、そうですよ。もう、嬉しいもんだって。そりゃもう嬉しくなっちゃうわけですよ、やっぱ。本当だからまあ、最後にやらせてもらえてよかったなって、思いました。なんか、後悔なく、終われたっていう気持ちでしたね、本当。だから、なんだろう。まあそういうね、意外な、一面っていうか、そのギャップとかを、まあ、最後にちょっと見せれたんじゃないかな、と、こう、思ったので、まあ、それをね、まあ、本当にありがたい経験をさせてもらえたと思ってるので、チーム H でも、ね、そういうなんか、なんて言うんだろうな、こう、踊るところは踊るっていう公演だと思うので、目撃者もね。そう、だから、まあ、MC とかもありますけど、まあだから、そのステージ上で、まあパフォーマンスしてるときは結構、なんか、すごいアイドルだなっていうところもちゃんと見せれるような人になれたらいいなってちょっと思ってますね。いや、本当に。もうこれはね、すごいいろいろ大変でした。もう正直。ちょっと待ってください。え、その目撃者もだから違います。それは目撃者も今同じ流れでいいよねっていう黒木さんからの なんか声があったんですけど、で最後まで同じユニットってことですか？いや、違う。良くない。違いますよ。だから もう新チームですから、そこは。そこはもうだから、きっぱり忘れて、というか H はやっぱ、そうですね。まあ、いろんなユニットあるからやってみたいですよ、私だって。別にまあ、そう、サボテンがね、あるからね、H も。そう、サボテンのユニット曲、MC 曲がね。結構ファンの方にも言われてるんですよね。愛知サボテンかなみたいな、そう。サボテンじゃないのって言われてますけど、まあ、どうだろうねって言っときます。わかんないです。だって、私、ノーナンパラダイス公演で初日、ペガサスやってますから。そうですよ。ペガサス、間違ったわけじゃないんですよ。何一つ間違ってないんですよ、別に。ペガサスで、バッチリ。バッチリです。いや、でも、ペガサスして、その後、2回転してましたから、私普段。ね、結構、そう。それはだからありがたかったですね。まあ、そういう感じで、なんか、
まあ、ギャップをこう、出せていけたらなと思ってるんで、そう。だからもう、そこ縛りっていうか、そのこだわりはないです、私特に。うん。それを一筋でやっていくぞっていう気持ちは別にないので、はい。いろんなユニットをちょっとまあ、やりたいなっていう気持ちでは、私の気持ちはそういう気持ちです。それだけをお伝えしておきますね、みんなに。それ通りいくかわかんないけど。まあ、どんな形でもね、まあ、ファンの方にはちょっと楽しみにしていただきたいなと思っております。はい。ということで、いろいろ話してきましたが、本日の市村城もよろしくお願いします。48とっとうとチャンネルをキーステーションに配信中、市村愛理の市村ジオ。HKT48 の馬場彩香です。サガーズとうとう一人になっちゃいました。でも元気に楽しく喋ってます。サガーズのお部屋、毎週水曜22時にHKT48 とっとうとチャンネルで配信中。みんなのお便り待ってます。HKT48 の石橋いぶきです。竹本くるみです。いぶくるの休み時間、今日の日直はくるみです。毎週木曜日22時に HKT48 とっとうとチャンネルで配信中。はぁ、今日も疲れた。今日もっとそこのあなた、私たちのラジオで癒されちゃいましょう。市村愛理の市村ジオ。それではここからはこちらのコーナーに行きましょう。真っ赤なアンベレスト。アンベレスト、日本語で訳すと恥ずかしい、つまり思わず真っ赤になってしまった恥ずかしいエピソードを募集します。あるあるネタでも構いません。例えば、先生にとっさにお母さんと言ってしまった、寝巻き姿で近くのコンビニに行ったら知り合いに会ってしまった、上だけ衣装で自撮りしていたらその様子を隠し撮りされていた、などですね。はい、ということでこのコーナーをね、まあずっとしてきたわけなんですけれども、やっぱ2023年入りまして、ね、そろそろ新企画、新コーナーもやってもいいんじゃないかっていうお声もね、いただいていたので、なんと今回の、真っ赤なアンベレストを持ちまして、違う企画にね、次からなるので、今回が最終回ですね、この真っ赤なアンベレストが。はい。なので、最後のお便り、このコーナーでは最後のお便りをね、読んでいきたいと思います。はい。では、ラジオネーム。ヘンリー、イモギシさんからです。愛知村長、黒木さん、こんにちは。こんにちは。少し前に劇場公演198回記念が、話題になってましたね。わら。僕は、インターネット技術の研究開発を行う M という研究室に所属しており、教授のお手伝いなら何でも、カバン持ちからプレゼンの準備と撤収など、誰よりも進んでやっていたので、なかなかの貢献度だと思っていました。ある日、教授に話しかけたところ、君誰？と言われてしまい、自分で思っているほど認知されていなかったことに真っ赤になりました。これからも懲りずにカバン持ちを続けて、まずは名前を覚えてもらえるように教授の推し活を頑張ろうと思います。来月はいよいよ市村さんの熊本マラソンですね。体験談を楽しみに待っています。とのことです。はい。うわあ、これ結構、恥ずかしい っていうか、そう、ショックですよね、普通にね。なんか、なんだろう。でも、なんか、あるあるっていうか、なんかファンの方にとったら結構、なんか似たような体験談とかありそうですよね、やっぱ。推し面とかに、なんか結構いつもアピールしてたり、こう、なんだよな、SNS、まあ、リプ送ったり、まあ、おしゃべり会とかも行ったりしたことはあるけど、まだ、やっぱ、認知されてなかったみたいな。
こととかもね、あったりするんじゃないかなって。まあ、そういうのはやっぱ、なんか恥ずかしいっていうよりやっぱショックなのかな、みんな。どうなんだろう、私、だったらやっぱ、ショック、でも認知されるのがね、やっぱ一番ね、ファンの方にとっては嬉しいことだったりすると思うし、なんか、まあでも、私たちからする、あの、アイドル側からすると、まあ、なんか、あ、ごめんねってなるんですよ、こっちも。なんか、あれ？俺のこと覚えてない？みたいな。言われて、こう、名前が、こう言えなかった時とか、なんかすごい、申し訳ないっていうか、そうそう、なんかね、もっとだから会いに来てほしいとは思うんですけど、こちらもね、やっぱそういうのは罪悪感がありますから、そう、だからこの教授もね、少しは多分罪悪感がもしかしたら残ってるのかもしれないかな。ないですかね。もう君誰って言われるとちょっとね、傷つくよね、やっぱ。傷つくとか別に、どうなの？その教授のことが好きなんですか？このから。なんか、なんか、どういう、あ、覚えてもらいたいってことですよね。そのとか、うん。いやー、どうだろう。やっぱ毎日、名前とか、挨拶とかもいろいろして、名前はさ、やっぱ、ファンの方もそうなんですけど、まあ、1回2回言っただけじゃね、やっぱ正直ね、覚えられないっていうのが、現状、まあ、本音なんですよ。だから、懲りずに、なんか言って損することないじゃないですか。名前とかも。そう、減るものではないですから、どん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 、名前も自分からこう言ったり、うん、自分からこう発信、その推しメンとかでも発信するっていうのが結構大事かなっていう。まあなんか、この人しつこいなとか思ったりしないんですよ。そう、ありがたいんです、逆に。めっちゃ言ってきてくれるのが。そうそう。その方が覚えられるから、そう。だから、まあなんか、懲りずに、どん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 ね、言ってほしいなと思います。うん、だから、ちょっとなんか似た体験というか、おたかつにもちょっと通じるものがあるんじゃないかなと思います。はい。ヘンリー・モギさん、ありがとうございました。では、続いてのお便りいきます。ラジオネーム、にゃんたさんからです。こんにちはいち、こんにちはいち。この前起こった恥ずかしかった話を紹介します。とある日、僕の住んでる地域では珍しく雪が降ってたので、テンションが上がってしまい、雪が積もった上を積極的に歩いていました。すると雪にあまり慣れていないせいか滑って転んでしまいました。周りにもそこそこ多くの人がいて笑われた気がします。恥ずかしすぎてすぐ逃げ去りました。以後気をつけたいと思います。愛知も雪道は危ないから気をつけてくださいね、とのことです。そうですよね。雪この前その降ってた時もね、私危なかったですもん。本当に滑らないか心配で、もう、恐る恐る歩いてたんですけど、近くにね、やっぱ、つるんって言ってた人いたんで、私は笑わなかったです、でも。なんかやっぱ、でもやっぱ心配になりましたよね。あ、気をつけなきゃ、私もってなったので、この方もね、ちょっと気にしすぎだと思います。大丈夫です。うん。もう本当に、そういうこと？やっぱ雪にさ、慣れてない地域の人とかってやっぱ口とかもなんかそういう対応してないじゃないですか。雪道っていうかなんて言うんだろう。まあちょっと凍ってたりさする部分もあってつるんってこう行きがちなところはブーツとかそのやっぱ雪国の方々は履いてたりしますよね。だから長靴とか履いてたりするからまあ大丈夫だと思うけど、本当そういう靴じゃなかったらね、もう滑っちゃったりするんで、まあ、まあ、恥ずかしいかもしんないけど、どうだろう、なんか、もう自分の、なんか、もしね、自分の好きな人とかが、なんか、するって言ってたら、なんだろう、
ちょっと嫌な気持ちになっちゃうんかな。なんか、最近これ結構話題なんですけど、若者には話題なんか、なんて言うんだろう。学生かな、まあ、大人はあんまりないかもしれない。馴染みがない話かもしれないんですけど、蛙化現象っていうのが、今話題になっておりまして、知ってますか黒木さん。聞いたことあります？あ、ない？うわ。ジェネレーションギャップか、これ。ちょっとね、これリスナーの方々もちょっとあんまり知らないなっていう方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、その蛙化現象っていうのが今若者の中で本当に、まあ、話題になっておりまして、何なのかっていうと、なんて言うんだろうな。まあ、めっちゃもう、その人のことが好き好き好きってこう、もう、なってるわけじゃないです。なってたとして、めっちゃ好きだなってなってたら、その人が、まあ、自分のことを意識してくれて、まあ、両思いになれましたと。その人と。両思いになれたっていう、その途端になんか急に相手のことが嫌いになり出すっていうのが、まあ、それが一番元祖の、蛙化現象と呼ばれる、ものなんですよ。まあ、ざっくりですよ。これはざっくり言うと、そうなんですよ。なんか、急にこう、両思いになれた途端に冷めちゃうみたいな。女の子にある話、まあ、男性の方はあんまりないらしいんですけど、女子によくある話で、まあ、学生の頃私もね、結構その、お友達とかも、そういう、蛙化現象してた子とかもいたので、よく話とかはね、聞いてたんですけど、それが今となって結構、なんて言うんだろう。まあ、ちょっと、話がもうこう、それていっちゃってて今、なんか、その、元の、その現象とはちょっと離れてる部分もあるんですけど、例えばその男性の、まあ、今のね、お便りで来た、その、まあ、人がこう、つるってこう、滑っちゃってるところを見たりとか、なんか、なんだろうな、フードコートで、こう、なんか、商品、こう、買った商品をこう、持ちながら、こう、キョロキョロ、探してる、人を探してるところを見るのが、ちょっと嫌だとか、なんかそういう、なんか、なんていうの、具体的な、その、ま、気まずいポイントっていうのかな。こう、男性女性でこうね、一緒にまあ、好きな人と一緒にいるときに、こう、気まずいって思うポイントを、なんか最近ちょっと変えるかみたいな呼ばれてる風潮があるんですよ。そうそうそう。だから、これもだからこのお便りも、変えるかに入っちゃうんじゃないかなっていうか、そう、って思う部分はね、あるんですけど、そう、だから、黒木さん、電話。いやいや、これもちょっと変えるか入るか。だから、本当にね、こういう、なんか、まあ、お悩み、変えるかで悩んでる人とか結構多いんですよ。女子もそうなんですよ。女子も、なんかどうしたら、これはどうしたらいいんだろうっていうさ、悩みもあったり、男性側としては、なんで蛙化されなきゃいけないのっていう、その、怒りもあるわけなんですよ。多分男性側からは。なんでそんなことで、なんか、なんていうの、冷められなきゃいけないのっていうね、声とかも最近あって、結構、なんか、バトルが勃発してたりするんですよね。だから、まあ、これも、ちょっと、次の企画に、なんて言うんだろう。関係してくるというか、ちょっとしたね、関係する部分が出てくるのかなって思うので、はい、ちょっとお楽しみというか、まあ、ここで以上真っ赤なアンベレストでしたっていう感じなんですけれども、次の新企画の発表していいですかね。はい、ということで、続いての次回からの新コーナーはこちらを行っていきたいと思います。
安全第一、健康第一、あなたの心の健康も第一、愛知のお悩み相談室。あ、すごい。待って、はい、ということでこちらの企画は私、市村愛理恵のお悩み相談コーナーとなります。恋愛のことや仕事のことや、人間関係など何でも私がお悩み相談に乗りたいと思います。小さな相談でも気にせずに何でも相談してください。お便り待ってまーすっていうことなんですけども、まず今私初めてね、その BGM を聞いたんですけど、ちょっとガラッと変わりましたね、雰囲気が。いい曲。ちょっとね、私のそのコンセプトとしては、ちょっと保健室感を出したいっていうね、話だったんですけど、確かにちょっとこの BGM、いいですね。ちょっと私も今、一旦トーンを、これに合わせたというか。そう。いや、なんか、新しくていいんじゃないかなって思ってますね。さっきのね、まあ、ちょっと続きというか、あれなんですけど、本当に、皆さん、やっぱ生きててね、いろんな悩みが本当にあると思います。全然、お仕事のお悩み、そして学校の悩み、私もやっぱ学生時代もちゃんと、一通り普通の学生として高校まで通ってたんで、多分いろいろ経験してきてるし、人間関係だったり、まあ学生ならではのね、部活のこと、勉強のこと、悩みとかいろいろあると思うので、そういうのにも多分乗れると思うし、私も結構人の相談ごと聞くのもすごい好きなので、いっぱいなんか、悩みをね、こう送ってきてほしいなと。恋愛とかもね、ちょっと恋のお悩みなんかも、ちょっと聞きたいなとか思ってたりもするので、そういう結構深刻な悩みでもいいですし、まあ全然その軽い悩み、愛知、なんか、そうだな、髪型なんか髪切った方がいいですかとか、なんか、この商品買いたいと思ってるんですけど、どうですかねとか、そう、なんかそういうなんか簡単っていうか、まあ、イージーなお悩みもね、そういうのも全然大歓迎ですので、いろんなジャンルで、本当、送っていただけたらいいなって思っております。なんかもう、学校のさ、保健室ってやっぱ、なんて言うんだろう、保健室の先生になら何でも話せるみたいなところあるじゃないですか。まあ男子からしたらちょっとどうなんだろう。まあ女子ってめっちゃなんか保健室行きがちというか、そう、なんか保健室の先生と仲良くなりがちみたいなとこあるんですけど、まあなんか、そんな感じで気軽にこう相談相手に私になれたらいいなって、思ってるので、ぜひともね、リスナーの皆さん、まあ日々のなんかお悩みを愛知に、愛知にだけちょっと聞かせてもらえたらなって思っております。なので、いろんなお悩みをこれから解決していきたいと思うので、ぜひ送ってください。以上、まあ真っ赤なアンベレストでしたね、これは。はい。ありがとうございました。HKT48 の地頭 NN です。地頭 NN のムームー聞いておラジオエボリューション、ラジオの字は地頭 N 字です。毎週金曜日22時に HKT48 トットートチャンネルで配信中。ハッシュタグミネラジでもつぶやいてね。HKT48 の北川ヒーローです。北川ヒーローのアンビシャスヒーロー、一人で頑張って喋ってます。変なことを話していないか心配です。毎週土曜日22時に HKT48 トットーチャンネルで配信中。皆さんぜひ聞いてください。
HKT48 の時田智香です。ハッシュタグもかの音ファーストトーク、いろいろ喋ってます。ここでしか聞けないことも喋っちゃってるかも。毎週月曜日22時に HKT48.TOTO チャンネルで配信中。みんなからのお便り待ってます。市村愛理の市村ラジオ。さて、早いものでお別れの時間がやってきました。はい、ということで44回目の市村ラジオにね、いろいろ話してきたんですけれども、やっぱまあ大きなことといえばね、新コーナーを発表しましたので、まあ今日で、真っ赤なアンベレストはね最後だったということで、みんなのね、いろんな恥ずかしかったお話とかもね結構聞けて、すごい嬉しかったで、嬉しかったというか、まあ、私も黒木さんも結構楽しませていただけてたんですけど、はい、送ってくださった方もね、ありがとうございました。もう、続いてのコーナーっていうか、次からは、まあ、安全第一、健康第一、あなたの心の健康も第一、愛中のお悩み相談室っていう感じで、ちょっとしっとりとした、そういうコーナーにしていけたらなと思ってるので、はい、そちらのね、新しいコーナーにもたくさんお便り送っていただけたら嬉しいなと思います。はい。番組の感想やお便り企画はですね、番組専用の Google フォームがあるので、そちらから送ってください。また、SNS でつぶやく際は、ハッシュタグ、市村ラジオでつぶやいてもらえたら嬉しいです。今日も聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。それではまた来週火曜日にお会いしましょう。バイバーイ。今日も一日お疲れ様。2月もみんなで一緒に頑張っていきましょう。